渡辺火山のギガに描かれたビュルゲル、ハインリヒ・ビュルゲルは、ドイツ生まれの薬剤師、生物学者である。オランダ政府に雇われて、シーボルトの助手となって、日本に滞在した。シーボルトの日本の動植物に関する研究において、重要な役割を果たした。青年に関してはよく知られていない。 自らは1804年生まれとしていたが、来日した年が20歳そこそこであったためか、2年ほど年齢を多く自称していたとされる。ユダヤ人で、ハーメルンで生まれた。父親は商人であったが1817年に破産し、1821年に没した。ゲッティンゲン大学で数学と天文学を学んだ。ドクトルと呼ばれることもあったが、学位を得た証拠はない。 1824年に、ビュルゲルは、インドネシアのバタビアに移住し、1825年1月14日に、薬剤師の資格を得た。1825年6月14日に、長崎の出島に滞在するシーボルトの博物学の助手として、オランダ政府に雇われ、7月1日に、日本に出発した。長崎では、科学分析や、生物研究を行い、 シーボルトの助手として、出島を出て応診するシーボルトと同同し、1826年のシーボルトの江戸散布にも同同した。1828年にシーボルトが帰国すると集められた日本の動植物標本はビュルゲルに託され、ビュルゲルは1829年に離日し、ジャワ経由でそれらの標本をヨーロッパに送った。これらの資料は、 日本の動植物に関する著作の資料となり、植物は、来電植物園など、各地の植物園に移植された。1832年か1833年に、オランダ領インドネシアの自然史研究委員会に、加えられ、1833年の6月から12月の、間、スマトラ島の調査を行った。この間、穴井の谷を通る、道の計画を立て、 この道は眺望の良さで現在は観光名所になっている。この道の実現でオランダから勲章を受訓した。1833年に結婚し、1834年に再来日し、長崎に滞在した。1835年7月1日、日本での職を解かれた。1840年から1年間、ヨーロッパを旅した後、 1842年からジャワに住み、1843年に公職を知りいた。オランダの保険会社、工業会社で働いた後、砂糖会社の共同経営者を務めた。バーガーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ハインリヒ・ビュルゲルを示すのに使われる。毒と薬の世界史、ソクラテス、錬金術、ドーピング船山信次。 ありがとうございます。